西口北松戸駅は、千葉県松戸市上本郷にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。常磐観光線の列車が停車する。駅番号は、JL23。当駅は、松戸市の上本郷に位置し、松戸経輪や、北松戸工業団地の最寄り駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。 松戸駅管理の業務委託駅。切符売り場に立ち食いそば店が併設されている。指定席券売機の設置に伴い、2006年5月27日をもって緑の窓口が閉鎖された。自動改札機設置駅。エレベーターは西口と改札街、東口と改札街、改札街とホームをそれぞれ連絡するものが設置されている。なお、 エスカレーターは改札とホーム間を連絡するものが一気、設置されている。発車メロディは、新松戸、柏方向が、春、松戸、千代田線方向は、せせらぎを使用していたが、2019年3月16日のダイヤ改正後からは、JR 東日本東京支社の取り組みにより、駆け込み乗車の減少に効果があることから、電車備え付けの発車メロディを使用している。 2020年度の1日平均乗車人員は17,264人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、駅西側に松戸競輪場と北松戸工業団地がある。かつては競輪開催日には利用客で大変にぎわっていた。工業団地には山崎製パン、合同酒精、宝酒造など、 大手メーカーを含む大型工場が立地し、朝、午後には工場通勤客の当駅利用がある。北松戸工業団地は常磐線に沿って南北に伸びており、その北端は馬橋駅付近である。駅西側は低地で、かつて下谷高地と呼ばれた田園地帯は現在の新松戸駅から東駅までの範囲に広がっていた。江戸川沿いの一部地域に農地が残る。 駅東側は大地が迫り、その間に駅前広場と国道6号がある。駅1キロ圏内は工業団地、競輪場を除けばおおむね住宅街となっている。松戸競輪場東口駅前ロータリー、専修大学松戸中学校、高等学校駅前広場からほど近く、常磐線と並行して国道6号が通っている。平日ピルマは 駅入口の交差点が渋滞ポイントになっている。国道6号を越えると上り坂となり、住宅街が広がる。東口広場に乗り入れる。なお、駅西方面には、北松戸駅入口を名乗る、バス停留所があるが、西口から道のりでおよそ700メートル離れており、途中に、競輪場があることもあり乗り換えには向いていない。注釈出展広資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。